1954年、山口敏夫は、静岡県三島市出身の柔道家、プロレスラー。本名は山口敏夫。戦前は、早稲田大学柔道部から南満州鉄道柔道部で活躍。当時としては、波外れた巨漢で、満鉄の虎と歌われた強豪だった。全日本選手権では1936年第3位。1937年。 準優勝という成績を残す。1939年、大相撲の出羽の海部屋に入門。夏場所、幕下付けでで、初土俵を踏むもに連敗して休場。翌場所では、ジョニー・りンジリに落ち、四個名を、山口大五郎と改名した直後、王将で全休。翌1940年初場所で廃業した。1950年に、木村雅彦。 遠藤光吉らとプロ柔道工業、国際柔道協会に旗揚げから参加。このプロ柔道では、柔道史上最強と歌われた木村に次ぐナンバー2の実力者だった。後に木村と共にハワイでプロレスに転向。一時帰国後、二人でブラジルに遠征する。ここで1951年、マラカナンの屈辱として有名な木村正彦 VS。 エディオグレシー戦のセコンドにもついている。1954年4月、大阪を拠点に全日本プロレス協会を設立する。木村雅彦 vs 力道山の昭和の岩流島の戦いの後、1955年1月26日、大阪府立体育館で力道山に挑戦。脇腹を痛めていて、リングアウト負けを起死する。その影響で、人気は落ち目となり、 団体の資金繰りが悪化。1956年11月には、日本ヘビー級王者力道山への挑戦権、決定戦という設定のもと、東富士相手に負け涙を飲んだ。その後は全日本プロレスを離れ故郷の静岡県、三島市に山口道場を構えたが、うまくいかず1957年に、団体は消滅した。翌1958年5月31日、 大阪の大木町プールで山口の引退試合が行われる。すでに日本プロレスに移籍していた吉村同盟、長沢比一ユセフトルコやかつてプロ柔道で共に活動した木村らが参戦、最後を飾った。1986年4月1日、故郷、三島市内の自宅で心不全のため死去。日本における 最初のプロレスのテレビ中継は1954年2月19日に行われた力道山木村正彦 vs シャープ兄弟戦ではなく同年2月6日に NHK 大阪の試験放送で中継された全日本プロレス協会の工業である。柔道時代からプロ柔道時代、そしてプロレスラー時代の活動についてはノンフィクション。 木村雅彦はなぜ力道山を殺さなかったのかに詳しい。ミスター高橋は後年のインタビューで自分は1963年に山口敏夫一派のプロレスラーとして東南アジアに遠征したこともある胸の証言をしているが当時の山口の具体的な活動についての詳細は不明。ありがとうございます。